トマコマイ貨物駅は北海道トマコマイ市一本松町に位置する日本貨物鉄道の貨物駅である。開業以来トマコマイ駅として扱われてきたが2011年3月12日のダイヤ改正を機に実態に合わせて現在の名称に改称された。1975年のトマコマイ車場と周囲 1.5km2.25km 範囲右上上が 公共輪行線から、室蘭本線への連絡線、中が、室蘭本線追い分け方面及び、日高本線遊仏方面。下に、苫小牧港開発株式会社線の新苫小牧駅。創車場下側から下へ2本並列して、向かうのがそれぞれ運営会社が異なる、公共輪行線で、左が、苫小牧ふ頭の運営する、セメント配分基地、東ふ頭及び、 雑貨布団向け、右が、苫小牧港開発が運営する、石炭布団向けで、左の線はさらに3点に分かれている。校内は中央に留置線群を挟んで右上に下り、仕分け線群、下側に上り仕分け線群、さらにその外側に、左側が、苫小牧不団、右側が、苫小牧港開発と、こちらもそれぞれの会社に分かれている、公共輪港専用の仕分け線群、 左上に、客貨車研修場からなる。その他、研修船外側から左上へ岩倉組、第二本院機専用船が見える。操車場の下には、日本系金属アルミ製錬所の敷地が広がり、防機サイトの製錬から出る水酸化鉄の赤い、沈殿池が並ぶ。国土交通省国土画像情報をもとに、作成とまこまい駅の記事も参照。 東西に通る室蘭本線の上下本線と日高本線の南側に長さは約 1.5km にわたって広がっている。コンテナホームは3面あり、西側が第1コンテナホーム、東側のものが第2コンテナホーム、さらにその南側に第3コンテナホームという配置である。また、営業窓口である JR 貨物道央支店とマコマ営業所も駅構内にある。 1> 第1コンテナホームは、長さ430メートル、面積1万1385平方メートル。第2コンテナホームは、長さ449メートル、面積1万1338平方メートル。第3コンテナホームは、長さ455メートル11月に、旧、苫小牧奏社場跡地に移転し、第1コンテナホームが、使用開始された。その後、 1999年9月に第2コンテナホームが2008年10月1日には第3コンテナホームが順次使用開始された。駅の着発線は合計5線ある。第2コンテナホームの北側には着発線2 0方式を導入し2 0作業が可能な着発2 0線が隣接し、その北側には着発線である副本線が3線付設されている。 1> 第1コンテナホームの北側に接するのも着発に役線であるが、西側のみ着発線で、東側は側線扱いとなっている。第3コンテナホームは、構内配線の関係で着発線に役ではなく、入れ替えで入線する。これらのほか、仕分け線、留置線なども付設されている。駅構内は電化されていないため、入れ替え作業は、 本線での牽引作業も行う JR 貨物 DF200 系ディーゼル機関車が担当している札幌貨物ターミナル駅の保管機能を担っており千歳線の運行障害時には下り貨物列車から苫小牧でコンテナをトラックに積み替えて輸送する体制になっているコンテナ貨物の取扱い駅となっている JR 規格の12フィートコンテナ20フィート30フィート大型コンテナ ISO 規格の20フィート海上コンテナを取り扱っている。取り扱い品目は、発送貨物ではみ、食料工業品、自動車部品などが主なもの、駅における産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取り扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナの取り扱いも可能。また2003年10月より、石油資源開発の液化天然ガス輸送の拠点となっている。 LNG は、苫小牧市内にある、有屈油ガス殿で採掘された天然ガスを冷却したもので、出荷基地からタンクコンテナで駅に持ち込まれる。LNG の発送先はパイプラインが整備されていない地域で、2011年現在北朝日川駅、釧路貨物駅、帯広貨物駅、北見コンテナセンターの4カ所、着駅から先はガス事業者へ配送される、以下、 2014年3月15日現在の統計を記述する。高速貨物列車は、下り列車の札幌貨物ターミナル駅行きが1日4本、当駅始発の帯広貨物駅行きが1日1本、停車し、上り列車が1日14本停車する。上り列車の行き先は、隅田川駅、名古屋貨物ターミナル駅、下ら貨物ターミナル駅、大阪貨物ターミナル駅などがある。 専用貨物列車の発着駅となっているが、当駅では、貨車の中継作業のみを行う。1975年、戸間小前公共臨行線。周囲、約2キロメートル範囲。右上写真街に、戸間小前総車場。左上に、室蘭本線、日高本線が走り、左が、戸間小前駅本構え方面。中央に、賀小米公商工区があり、東側は、下から、 フェリーターミナル、助担場と石炭不島、セメント配分基地と東不島。西側は上から西不島、南不島で合わせて雑貨不島と総称。石炭不島への公共輪行線を苫小牧港開発が運営し、その他への公共輪行線は苫小牧港開発が誇示したため、当初は苫小牧輪行鉄道、後に苫小牧不島によって運営された。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成賀来米奏車場から分岐し、苫小牧港西部に広がる小牧市町保有の公共輪行線があった。この輪行線は途中日本セメントや梅鉱山のセメント放送所への専用線などを分岐し、苫小牧港西埠島、南埠島にある倉庫群へ至っていた。また、石炭埠島にあった三菱金属工業、 住友石炭工業の著炭所への専用線も分岐し、石炭の海上出荷基地となっていた。公共輪港線は1963年4月に開通し、運行は苫小牧港開発及び苫小牧府島が担当していたが、1991年3月に廃止された。駅の北東側には4モール苫小牧をはじめとする商業施設が集積しているが、 旅客駅化の構想は、一切ない。北海道旅客鉄道室蘭本線苫小牧駅、苫小牧貨物駅沼の丹駅日高本線、苫小牧駅苫小牧貨物駅,仏駅有仏駅、ありがとうございます。